ドベルト・フェルナンデス・アルバジェイロスは、スペイン・ガリシア州、ルーゴ県チャンターダ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは GK。セルタ・デビー後の下部組織出身。1997年より、セルタ・デビーに5シーズン所属したもののパブロ・カバジェロや、ホセ・マヌエル・ピントの存在もあって、トップチームへの昇格はなく、2002年に、スポルティング基本に移籍した。 2005から06シーズンは38試合出場で31失点に抑えて、セグンダ・ディビシオンのサモラ賞を受賞し、シーズン中には825分連続無失点も記録している。2007から08シーズンは、リーグ戦全試合に出場して10年ぶりのプリメーラ、ディビシオン昇格に貢献した。 2008年6月18日、CA を指すなと3年契約を結んだ。2008から09シーズンは、ベテランのリカルド・ロペスの控えとしてスタートしたが、後半戦はポジションを奪取した。しかし2009から10シーズンは一転して、ポジションを失い、リーグ戦は、最後の2試合に出場したのみで終始、国王杯要因に終わった。 2010年7月15日にオサスナとの契約を解除し、22年ぶりに2部に復帰したグラナダ CF と3年契約を結んだ。聖 GK としてリーグ戦40試合に出場し、フルスセルタとの昇格プレイオフ決勝では PK を止めるなど攻守を連発し、35年ぶりの一部昇格の立役者となった。 2011から12シーズンも引き続きレギュラーを務めたが、後半戦は、新加入のジュリオ・セザル・ヤコビに定位置を奪われ、結局22試合の出場に止まった。なんとか17位で残留を果たしたものの、出場した試合ではミスも多く後味の悪いシーズンとなった。2012から13シーズンも、新加入のトニオの控えとなった。 2015年7月17日 CD ルーゴに移籍した。2018年7月1日現役引退を発表した。ありがとうございます。